ボーリング場に来ました。ちょっとね、うるさくてちょっと聞こえないかもしれないんですけど、ライトね、初めてのボーリングちょっと楽しんでね、頑張ろうね、やりたいと思います。はーい何年ぶり15年ぶりぐらいライ君は端っこに行かないように壁ができてるの分かる？ボーリングはどうですか？楽しい？お、上手！おー、スピード速くなったね。そう、倒れそう。イエーイ、ラッキー、イエーイ、イエーイ、いていいよ。あ、上手。はず。見ないの？くっついてないのこれって。ああ、惜しい。ああ、ちょっと厳しい。ちょっと厳しいな。ああ、全体掴んじゃうんだね。すごいパパ取った。よかったじゃん。ボーリングから帰ってきました。ライくん、初めてのボーリングどうだった？楽しかった。ちょっと重かったから大変だったでしょ、投げるの。できた疲れたね、今回ね、初めてだったので2ゲームにしてみたんですけど、もっとやりたかった。4ゲームぐらいが良かった。そっか、ボーリングはこうシュート。そうシュート結構倒れた。頑張ったね。結構全部倒れたね。で終わった後にメダルみたいなやつもらってプリクラ1枚取ったり UFO キャッチャー3回とコイン30枚もらってゲームセンターで遊んできました。でね、パパね、全然ちょっと見せ場作れずにいたので、なんと最後の1回でパパが撮ってくれました。かわいいドラえもん。よかったね、ライくんねというわけで初めてのボーリングにチャレンジでした、はい、ボーリング皆さんもやってみてね楽しかったね。またやろうね。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録してね。バイバーイ。